柴犬ルル、今夜はごちそうだよ。生検用のドッグフードに変えてから吐いてしまって、一度子犬用に戻しました。そして別のドッグフードにしてみたのですが、やはり吐くのです。ふやかしてあげると吐きません。吐くといってもそんな量はないんですけどね、大粒になったのであんまり噛んでないのかな。柔らかいものを作ってあげることにしました。ゆば、お腹すきすぎちゃってさ。いいね、ご飯ね、ルルね。じゃあルルの分冷ますね。うん、ルルのこれ、うん、あのね、塩分が入ってないおそばだから。うん、私は、私はクッキー刺身でいいの、多少湯通ししなくていいのかな。これにかけたらさ、あったかいからと思ったんだけど、はい、お魚だから食べていいんだよね。うん、イカタコはダメなんだよね。まあ、うん、見つけたお礼にね、ルルね。食べないと食べられないのよね。冷めたらあげるから、ちょっと待って。冷めたらあげるから。美味しいぞね。いいよね。じゃあ置いとくね。じゃあその間に私が食べるっていう。その間にエバちゃん食べます。はい、ルルお待たせ、はい、よし行こうか。なんかカード欲しいな。お座り。待て。お手。おかわり。お手。おかわり。伏せ。はいね、見て。よし。ペロだね。美味しかったです。夫婦それぞれでツイッター始めました。柴犬ルルで検索すると出てくるよ。